はい、どうもこんにちは、名古屋の伊藤です。今日これ撮影してるのは6月22日なんですけど、2日前、6月20日この名古屋の伊藤チャンネルが、なんと1歳になりました。おめでとうございます。ありがとうございます。名古屋の伊藤っていうアカウントを作ったのはもっと前だと思うんだけど、アカウントを作ってから、1本目の動画を投稿するのになんか結構日数がかかったような気がしたんですよ。はっきり覚えてないんだけどね。俺の1本目の動画、デブ猫のお腹をポンポンするだけの動画っていうやつ、あれを投稿したのが去年の6月20日、まあその日を名古屋の伊藤の誕生日ということにさせていただきます。2日過ぎちゃったんだけど、誕生日ケーキをね、これ1歳おめでとうってね、わざわざ書いてもらってね、名前どうしますかって言われたんだけど、さすがに名古屋の伊藤とは言えなくて恥ずかしすぎてアホかって思われるからね、店のおばちゃんに。もうこんなこと1年もやってんだね。1年って早いな。この1年で、動画が82本だっけ。だからこれが83本目なのかな。丸1年で80本超えたってことは、まあ仕事やりながら YouTube やってる身としては、まあ一応順調なのかなと思うんですけど、いや本当はね、本当は週5とかで出したいよ動画でも、絶対無理だから仕事やってると。はい、今自分のチャンネルのデータを見る画面見てるんですけど、動画が82本、だからやっぱりこの動画が83本目ですね。で現在のチャンネル登録者が、71人。一人減っとるやないかい。誰だ登録解除したのは。まあ文句言っちゃいけない、そういうことに。そういうことに文句言うのはいけないです。チャンネル登録するも解除するのも個人の自由ですから。まあ俺も実際一昨年ぐらいまではもう有名な YouTuber さんの動画をずっとチャンネル登録せずに毎日見てましたから。まあそれは別にいいです。もうもっとチャンネル登録が増えるようにね、俺が頑張ればいいことだから。ただ丸1年でチャンネル登録者71人っていうのは、まあ、本当にありがたいんですけど、皆さんには本当にありがたいんだけど、俺が思ってたよりもだいぶ緩やかなペースだな。そうだな、1年で1000人以上はいくかなと思ってたんだけど、全く甘かったね。いや甘い甘い、もう本当に YouTuber 甘くないよ。マジでね、これから YouTuber になりたいって人ね、本当に難しいから、マジで。まあ思ったほどチャンネル登録者は伸びてないんだけれども、だけど、YouTube の面白さも俺知っちゃったから、もうこれはやめられんわ。やめられまへん。まあ何年かかるかわかんないけどね、俺はいつか、金の再生ボタンをいただきますんで、皆さんこれからも、皆さんこれからも、応援をよろしくお願いします。大体俺、1本目の動画はさ、やっぱ猫の動画ってすごい再生回数伸びるじゃんと思って、もしかしたら1本目のつもさんの動画がいきなり何十万回も再生されて、YouTube 界に彗星のごとく現れられるんじゃないかって思ったんだけど、あっち、そんなことはなかったね。だって1本目の俺の動画まだ200何十回ぐらいかなしか行ってないからね。本当に難しいね。はい、じゃあこの1歳の誕生日ケーキを食べさせていただきます。本当に最近はケーキも値上がりしちゃって、この S サイズのホールケーキこれで2600円だよ、富士屋で。1歳おめでとう、ありがとう。じゃあいただきます。おいしい。今一つ発見したことがあるんだけど、最近俺ビレッジヴァンガードダイナーの巨大なハンバーガーをね、まあたまに食べに行ってるんですよ。あれを食べてるとね、ホールケーキもこうやってかぶりつくのがあんまり苦にならない。皆さんもぜひどうぞ。ホールケーキ半分ぐらい食べたんですけど、さすがに1個全部食べちゃうのは体に悪いと思うんで、これぐらいでやめときます。つもさん、つもさん、つもさん、ちょっとおいで。つも
よいしょ、重たい、デブ猫は重たい。はい、1本目の動画に出てくれたつもさんです。チャンネルが1周年です。いや、これからもちょこちょこ出てもらうからね、お前。うん、頑張ろうね。あのつもさんはね、抱っこされるのが嫌いなんですわ。抱っこするとすぐこうやって文句言うんだよね。はい、あ、ごめんごめん。最後の挨拶、はい、じゃあこれからもあの名古屋の伊藤頑張っていきますんで、よろしくお願いします。はい、バイニャーン。ごめんごめんごめん。はい、ポン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 、はいはい。